MF 香川真司、28が所属するドルトムントは10日、今季就任したオランダ人のピーター・ボス監督、54を解任したと発表した。後任は今月3日まで FW 大挟間優也、27が所属するケルンを率いていたピーター・シュテーガー氏、51で、契約は今季終了までとなる。10日に本拠地でバツケ社長、シュテーガー新監督と共に会見したツォルク、スポーツディレクターは、個人的にもボス氏に感謝したい。解任は難しい決断だったと説明し、指揮官について、過去4年間、ケルンを素晴らしいチームに育ててきたと立て直しに期待を寄せた。元オランダ代表 MF のボス氏は、96は97年、99年に市原、現 J に専用でプレー。監督としてオランダ一部ヘラクレスで FW 平山、現 J1 仙台、ドーフィテッセで FW ハーフナ、現 J1 神戸らを指導し、昨季はオランダの名門アヤックスを欧州リーグ一試優勝に導いていた。6月にドルトムントの新監督に2年契約で就任したが、前日9日2回のブレーメンに1、2で敗れるなど、最近のリーグ8戦で勝利がなく、暫定7位まで転落していた。